こんにちは、ドクターネックスです。さあ、今回はイベントやっていきましょう。復刻はやってないんですけども、まずこちら、開幕第1回全世界サンタ会議。1は、サンタ大集合？全世界サンタ会議という謎のイベントに子供代表として選ばれたイチゴたち。そこで一体何が始まるのか。子供なのか？雪も舞う12月、イチゴたちは全世界サンタ会議などというとっぴなイベントに巻き込まれようとしていた。いいね、やっぱ通常道中攻略よりさ早い。子供は寝る時間じゃ。合計8話って今までのクリスマスキャラが全部で8体ってことか。2はサンタにふさわしい格好。イベントの開催を聞き、思い思いのサンタ服に身を包む面々だったが、駒村さんを足蹴にするとはどういうこっちゃねえ。もう通路じゃねえ全然ボスステージっぽくない。子供は寝る時間じゃ。3は恐怖のロデオ。マシンと日和ウォーカーしか出てこない。私の出番かな。スーパー日和ウォーカー。
日和は間違ってなかったか。子供は寝る時間じゃ。浮きたけとか正当挟んだでいいのに。4はベストオブプレゼント。毎回悩むプレゼントの中身について各地のサンタが議論を交わす。お、新キャラ来た。これ最後の3キャラがネム、夜市、宇野花さんだと思ったんだけど、宇野花さんはラストかな。5は白熱のソリレース。いよいよメインイベントのソリレースが始まる。一応いっぱいいるんだな、トナカイも。去年もグラフィック優秀だと思うんだよね。クリスマスザエルとかいいと思うんだけどな。演出は今回の俺より一さんより好きだわ。子供は寝る時間じゃ。
なんかより値すげえ出るな。6話、まさかの宿敵。レースの中盤、煙突登りのコーナーに差し掛かる。しかし思わぬハプニングが起きて、びっくりした。雪だるまいいな。あら、普通のホロになっちゃった。子供は寝る時間じゃ。やはり湯の花さんをラストかな。7番、早食いの資格。どういうこと？サンタへのお礼の品として置かれるというミルクがゆ。一番早く平らげることができるのは誰だ。さっぱりわかんねえな。の出番かの。こうこうして、うん、いいね。今日一応キャンセルして進む。これ必殺だ。え？もはやクリスマスじゃない。子供は寝る時間じゃ。ひどいな。なら別にリルカとか出しとけよかったじゃん。8話、ナンバーワンは誰の手に。ついに泣いても笑っても最後の種目、最難関の種目に見事勝利するのは。まあ、支えもよりしさん、あ、よりしね、あの、出てない宇野花さんでしょう、ボスは。わしの出番かの。出たい。まあそうなりますよね。
そんなのか。子供は寝る時間じゃ。まあ山田さんも欲しかったけどね。はい、今回はここまで。で、このイベントはていうかリルが全く出てこなくなったの。なんでなんでなん。ブレストルガチャチケットの方ですね。僕はこっちの方を、復刻でなくこっちの方を紹介したいと思います。はい。とりあえずいいか。今回はここまでです。以上、ドクターネックスでした。お疲れ様でした。